下田中周辺にあった日本の城、包茎巨漢。クルワート等の遺構が残っていたようだが、河川改修に伴い消滅し、正確な城郭については不明である。下田中地区には、新明寺と新明神社がある。新明神社は、アマテラス大臣が祀られており、同地区は、伊勢神宮の新領地で、北畠氏が治めていた。下田中ぐに関する資料は少なく、 築城に関する詳細は不明だが、もともとは北畑重政の居城であったようである。細川澄元像、衛星文庫書像栄称8年8月、細川澄元軍と細川高国軍が船岡山合戦で戦闘を行ったが、細川高国軍が勝利し、細川澄元軍は破れ本拠地である阿波に逃走し、再起の機会を狙っていた。 英雄14年、住本の武将三好の長は軍を率いて、淡路へ進行し、守護所であった養魚館を奪い取り、細川昌春を追い出し、淡路水軍を支配下に入れた。また、高国と同米関係にあり、軍事力では主力であった大内義雄軍が、天骨根久の勢力が拡大し、巣王をたびたび脅かし始めたため、英雄15年8月2日、突然帰国した。 大内義雄の在京期間は10年に及んだが、軍事力の中枢を失い、高国の影響力は低下した。上落の準備が整いつつある栄翔16年秋頃、四国勢と張間国勢をもって上落する計画が持ち上がり、栄翔5年5月10日に戦死した池田城の城主、池田帝政の息子の三郎五郎が、湿地回復を計画し、先陣を申し出た。池田久州は、 摂津有馬軍にある下田中臼区に籠城、住本軍の共闘補とした。これに対して、広告軍は、小清水城の河原林正より、池田城の池田民部、進む、山下城の塩川孫太郎に追悼令を出し、三者は相談の上、同年10月22日夜半より用地を仕掛けることに、した。しかし、池田民部、進むの寄せ手の中に久しと内応する者がおり、 事前に、幼稚が知られることとなり、白型は十分な防備を整え、広告軍を待ち構えた。深夜より、雨が降り出し、暗闇で、地理不安内も手伝い、主球三十余りを打ち取られ敗戦に終わった。この功績に対して住本は、久し州に豊島軍隊を与えた。この勝利に、住本軍は、阿波より兵庫と尼崎より上陸、小清水城の合戦へ繋がってゆく。 その後、下田中城は再び北畠市に服したようだが、天文年間に荒木村重によって滅ぼされ、下田中城も陛下により、廃城となったと考えられている。A67 年に下田中城の南側にある丘陵に菅原道真を祀っている天馬神社があったが天文年間に下田中城と共に消失した。しかし山崎家紀勢がその社殿を増築史上の、 陳樹としたとの伝承があるが、これは、下田中城区の最高ではなく、天馬神社より、さらに南西にある、三都市寺村町周辺の立石城のことであると考えられている。ちなみに、この天馬神社は、後にこの地域を支配する喜市の祈祷所として社域を改修した。この天馬神社は、近年火災で消失している。下田中城区と、周辺地域の空中写真。 国土交通省国土画像情報をもとに、作成電柱という地名は、三田市には、東、本条電柱と下田中の2カ所ある。東、本条田中は、森原市の拠点であるので、田中城の戦いの記載がある。細川領域の田中とは、地形も考慮し下田中であると推定でき、田中城の戦い時点では、ありましも、細川住本寄りであったと推察されている。 江戸時代までは田中という名称だったが、明治時代になると他の田中地区と区別するため、下田中に改名された。現在の向こう側は昭和10年から始まった河川改修工事でまっすぐに付け替えられていたが、当時は大きく蛇行し、新名神社の南側を流れていた。朝名に城の内、城の前という地名が残っており、現在の新名神社の北側が推定地で、 方形巨漢が立っていたと考えられている。河川改修工事前は、車や水濠も残っていたようだが、現在は完全に破壊され、城の面影が残る以降は、地上面に確認できない。ありがとうございます。